アルバトロスは、ドイツ海軍の水雷艇。1923型。1925年10月5日帰港。1926年7月15日浸水。1927年5月15日巡航。スペイン内戦中の1937年5月31日、総甲艦ドイッチュラントに対する爆撃の報復として、総甲艦アドミラルシェア、水雷艇。 ゼイアドラーと共に、スペインのアルメニアを砲撃した。第二次世界大戦開戦後北海での、機雷不説などに従事。1940年4月ベーゼル演習作戦に、オスロ攻略部隊として参加。4月8日に、十二洋艦ブルッヒャー、リュッツオウ、軽二洋艦エムデン、水雷艇コンドル、メーヴィと共に、キールから出撃した。各艦には、 上陸部隊が乗っており、アルバトロスも約100名を上官させていた。カテガット海峡を北上中に、リュッツウがイギリス潜水艦トライトンから雷撃を受けた。10本の魚雷は発射されたが、すべては、ズレ、アルバトロスがトライトンを探索したが発見できなかった。4月8日深夜に、ドイツ艦隊はオスルフィヨルド入り口に達した。そこでは、ノルウェーの哨海艇へ、 ポルスリーが紹介していた。アルバトロスがポルスリーに接近し、停戦と通信の停止を求めたが、ポルスリーの艦長ウエルディング。オルセン少佐はそれを拒否し逆にアルバトロスに対し、降伏か、ノルウェー領海からの即時退去を要求したため、アルバトロスは砲撃で、ポルスリーを撃破した。ポルスリー上院の収容後、アルバトロスはフィヨルド内に入り、ホルテンの攻略に向かった。 ホルテンでは、r ボート R-17 と R-21 が兵士を上陸させたが、R-17 は、ノルウェーの機雷不接艦、オーラブ・トリュグバソンからの砲撃で、爆発炎上した。アルバトロスもオーラブ・トリュグバソンと交戦し、被弾した。アルバトロスは、ホルテンを離れ、オスロへ向かう途中で、ブルッヒアーが撃沈され反転したリュッォンなどと合流した。 それからアルバトロスは山に兵員を上陸させたり、帝への潜水艦基地の制圧に向かったりした。4月10日、アルバトロスは、ボレルネ島付近で座礁、火災が発生し全損となった。ありがとうございます。